アーネン・エルベのエンブレムアーネン・エルベは、ナチス・ドイツに存在した公的研究機関。アーリア人種の人種学や歴史学の研究を行うことを目的として、新英体全国指導者であったハインリヒ・ヒムラーらによって1935年に設立された。戦死時代や神話時代の北欧人種が世界を支配していたことを証明するための様々な研究活動を行っていた。 戦死時代についての講義を行うアレクサンダー・ラングスドルフ教授トルザ隊員1929年にヒムラーはまだ規模が小さかった新兵隊の全国指導者に認じられた彼の下で新兵隊は規模を急拡大させ1929年には300人だった隊員数は1931年には1万人を超えたある程度規模が育ってきたことでヒムラーは 新衛隊員をもっと厳しく選抜して、長身、金髪、壁岸の北欧人種によるエリート集団にすることを目指すようになった。そのため1931年には、新衛隊人種及び移住本部が設立され、リハルトバルターダレが本部長に任じられた。ルシャは、新しい新衛隊員に対して、ルーン文字はじめ、北欧人種の歴史の教育を行うようになった。 1935年7月1日、ヒムラーはベルリンの新英隊本部でダレア・ヘルマン・ビルト博士ら5名の人種学の専門家とされていた人々と会談。この席上で彼らはドイツ先祖遺産、古代知識の歴史と研究協会というドイツの古代知識の研究機関を発足させることに合意した。1937年以降にこの機関の名称を短縮し、 アーネン・エルベとなる。総裁は、この会談の合意によりビルトと決まった。また、ボルフラム・ジーバス博士が事務長に任じられ、実務を仕切った。1937年初めに、ビルトは、アーネン・エルベを去り、代わって、ミュンヘン大学の学部長で、インド研究家であったバルター・ビュスト博士が総裁となっている。ビュストは、就任直後アーネン・エルベの本部を、拡張移転するため、 30万ライヒスマルクをかけて、ダーレム近郊に、新しい本部を建設している。ヒムラーのラスプーチンと呼ばれた、親衛隊の会人物、カール・マリア・ビリグーととも密接に連絡を取り合っていた。アーネン・エルベは1939年1月から、正式に親衛隊の下部組織となり、ヒムラーの副官カール・ボルフの親衛隊全国、指導者個人幕僚部の参加に置かれた。以降、 ドイツの敗戦で、親衛隊が消滅するまで、真面目な科学的領域から、怪しげなオカルトまで、様々な研究を行っていた。機関紙、ゲルマニアを発行し、アーリア民族の優秀性をアピールすべく、カナリア諸島の原住民グアンチェ族は、金髪であったという伝説を信奉し、現地で発掘されたミイラを収集したり、オランダの湿地帯から発掘されたミイラを、 アーリア人の外こじつけたりするなど、疑似科学やミイラの金髪伝説を宣伝した。活動研究には多くのドイツ学者が参加したが、彼らは戦後特に裁かれることもなく、大学や研究機関に復職している。アーネン・エルベの設立理由である考古学関係の部署が最も巨大な部署であったが、それ以外にもアーネン・エルベには様々な部署が存在していた。 以下はアーネンエルベに存在した部門の一覧である。ありがとうございます。